このチュートリアルにようこそここそ。では Bluetooth を使用するコムデックスと、携帯電話とのペアアリリング方法を説明します。こののチュートリアルは、携帯電話との Bluetooth 接続を行う標準的手順だけでなく最新ソフトウェアアップデートが実行されている iPhone や Android スマートフォンの基本手順についても説明しています。この手順に従って開始すればすぐに Bluetooth 接続が実現します。このチュートリアルの終わりの方では 高度な使用法である、仕事用携帯電話とプライベート用携帯電話の両方を COMDEX に接続する方法が説明されていますさらにサポートが必要な場合は携帯電話のユーザーガイドの説明を参照してくださいまずはじめに COMDEX と携帯電話の距離が 1m または3フィート以内にあることを確認してくださいこの接続処理中に COMDEX を充電しないでください次に COMDEX のネックループを接続します ネックループが切断されている状態では Bluetooth による接続はできません側面の LED が赤と青に点滅します次に携帯電話の Bluetooth が起動していることを確認してください起動していない場合は次の手順を実行するか携帯電話のユーザーガイドを参照してください iPhone の場合は待ち受け画面上の設定ボタンをタップし Bluetooth を選択します Android 携帯電話の場合は メニューボタンをタップし設定を選択してくださいスライダーを右方向にスワイプして Bluetooth が起動していることを確認してください電話は通信圏内にある Bluetooth デバイスを検索し Bluetooth デバイスのリストが表示されますリストの中から COMDEX を選択しますここで Bluetooth のペアリング要求ダイアログボックスでペアをタップすると COMDEX が接続されますネックループが接合されていない状態では 接続が失われます。しかしコムデックスはペアリング情報を記憶しますネックループを再び接合するとコムデックスと携帯電話の接続が再開されます高度な使用法仕事用携帯電話とプライベート用携帯電話の両方をコムデックスに接続する高度な使用法として初めてコムデックスと携帯電話を接続する場合には次の手順に従ってくださいまず コムデックスについたネックループを接合するところから始めます LED が赤と青に点滅します携帯電話1について設定 Bluetooth スキャンコムデックスデバイスとのペアリングの順に選択します iOS デバイスの場合にはリスト内のコムデックスデバイス名の右側にある i シンボルをタップします次に接続解除を選択します Android デバイスの場合にはコムデックスデバイス名の右側にある ギアシンボルをタップします。次に、接続解除を選択します。コムデックス側面の LED が再度赤・青に点滅します。次に、携帯電話2を手に取ります。設定、Bluetooth、スキャン、コムデックスデバイスとのペアリングの順に選択します。携帯電話1に戻って、コムデックスデバイス名をタップし、再度接続します。高度な使用法についての詳細は、次のサイトでご覧ください。 www.widex.com このチュートリアルを受講していただきありがとうございました。